泣きたくない人は絶対に読まないでください。高校卒業後、上京した主人公は友人と劇団を始めます。ある日、お金もなく、街をふらふら歩いて、とある画廊にたどり着く主人公。何気なく眺めていると、そこには同じく画廊を見つめる女性の姿が。主人公は彼女をナンパし、二人はカフェに行くことに。そこで二人は、脚本家と女優というそれぞれの夢を持って、上京していたことを知ります。その後、そんな似た状況からか、二人は徐々に打ち解け、付き合うことに。そして主人公は二人の生活から影響を受けた、脚本を書き、彼女を主演にした舞台を公演します。劇団の注目度は上がり、舞台の稽古が増えた分、日雇いで稼げなくなった、主人公。その結果、彼女の部屋に転がり込むようになります。脚本の執筆と舞台の稽古に精を入れるほど、収入が減り、借金を重ねていくようになります。お金がなくなった、主人公は、自信を失い、不安や、苛立ちだけが積み重なっていくように。そんな負の感情は、彼女を責めることによってしか解消できなくなります。ある日、彼女が家に帰ってこなくなって、主人公が、という小説が、劇場です。ラストの二人のシーンは、美しく、切ないです。本当に最後まで読んでほしい一冊です。